んな風にね喋り始めればいいですかね。あの北京で CM 俳優やったやつの他のエピソードっていうんですけど、まああの文章に書いたのがほとんど全てで、あとはまあよく覚えてないんですよね。まあああいうあのあれはむちゃくちゃなあの CM 番組でしたけどね、ああいうあの他に、中国のメディアとかで変わった体験はないかという質問なんですけれど、まあ結局美術の雑誌からいくつか取材されたぐらいなんですけど、まあ、特にそんなに変わったところもないんですけれど、アーティストの写真を撮るときだけがちょっと日本とちょっと全く違うノリが毎回あってちょっと笑っちゃったんですけど、要するにまるで映画スターを撮るように、それもなんかちょっと古いタイプの石原裕次郎とかなんかそういう時代の映画スターを撮るようなポーズをやってくれと言われまして、こうちょっと壁にもたれてみたりとか、まあ韓流スターとかもこんな感じかなっていうような、ちょっとこう照れくさいような、格好を要求されて、ちょっと光とかもなんかこうドラマチックに撮ろうとするんですよね。でそう思ってあっちの美術雑誌を見てみると、やっぱり確かにアーティスト写真がなんかすごいカッコつけた写真なんですよね。まあそれはだからある意味で中国とかアーティストがもう花形職業、ちょっとスター的なとこなんでしょうね。まあ日本が一番そのアーティストといえばまず貧乏とか苦労してかわいそうな人とか、そういうイメージがある。これはまあ世界でも日本が一番珍しいのかもしれないんですけどね。イギリスとかだってまあアーティスト人気あるっちゃ人気があるのかもしれなくて、まあ、変わってるのはこっちだったのかもしれないんですけどね。まあそんなところで、あと中国のエピソードと言われてるんですけど、まあ一番印象深かったのは春節ですね。まあちょっと平凡な答えですけど、春節っていうのは3月だったと思いますけど、中国の正月、日本の旧正月、旧暦の正月かな、なんかですけど、日本に中国の金持ちがこう退去して買い物に来るとか、ああいうあれですけれど、もちろんみんなが日本に来るわけじゃなくて、中国にいる人たちはとにかくバンバン花火を上げるんですけれど、それが多分ちょっと金を持った人がですね、こう段ボール箱に入ったロケット花火のこう連射型のなんかなんていうんですかね、発射装置付きの段ボール、なんかそういうのを買い込むんですよね。それを俺はなんか今年は50箱買ったとか、それでなんか何百万っていう金のようですけれど、それをこう一瞬にして全部に火つけて打ち上げるんですけど、それを僕が見たのは北京の真ん中の、フートン、結構歴史的に古い街並みが残る、なんか火事なんか起こしたら結構もうちょっとね、2000年ですかね、歴史のある古い町並みですけど、もうそんなこと容赦なくバンバン民家に、ロケット、なんか日本のロケット花火とかちょっと違うんですよね。もうほとんどなんかこう武器、ランチャーミサイルみたいな感じの音のする凄まじいのがボンボン民家に火の粉が飛んでって、それがこう北京ってでかいんですけどね、北京中で繰り広げられるから、360度サラウンドでこう爆撃音が鳴り響いてて、完全に内乱の始まった国に来ちゃったみたいな感じで、
まあ、明らかであのあれですね、あのストレス発散、あの何事も厳しい中国共産党が、あの春節の花火だけ許してるのは、あそこで人民 の、 あのストレス発散させて、まあ、統治しやすいようにしてるっていうのは、まあ、多分明らかでしょうね。あの中国は、まあ、あの北京行ったらそれは万里の長城もあれもいいですけど、あの春節の花火がやっぱり一番面白いですよ、クレイジーで、おすすめしますね。あの中国人が日本に来る間に逆に春節行ったらいいですよ。以上ですね。